藤萌夏のフィフスアルバム、エラが、10月30日金曜日に、リリースされる。前作のアルバムから3年ぶりとなるアルバムだが、NHK 岡山放送局の夕方のニュース番組、もぎたて、の、エンディングテーマとなった、ピーチパーフェクトをはじめとした全14曲が、収録される。時代を意味するタイトルのエラには、2024年で30歳になった佐藤萌夏自身が今感じている葛藤や心境の変化など思いが重なり詰まっていることを表しているようだ。新たに公開されたあーうつしアルバムのアートワークは写真家の川島小鳥が担当したものだ。11月にはアルバムを引っ提げたリリースツアーエラツアー2024が開催される。ファンクラブ選考によるチケット受付もスタートとなった。今ツアーではアルバムのレコーディングにも参加している岡山のバンドスピーチバルーンを率いたバンドセット形式での単独公演となる。佐藤萌夏フィフスアルバムエラ2024年10月30日水曜日発売 T シャツ付きバンドルセット全14曲収録6000円税込み販売ワーナーミュージックストアおよびライブ会場物販のみプレアドプレセーブ https://sato-moka.nk.2/ エラツアー2024 2024年11月2日土曜日梅田シャングリラ2024年11月3日日曜日今池徳蔵2024年11月10日日曜日渋谷 www 会場17時30分開演18時出演佐藤萌夏バンドセット。